デハビランドファイアストリークは、イギリスの第一世代、パッシブ赤外線ホーミング空対空ミサイル。デハビランドによって1950年代に開発され、イギリス空軍、イギリス海軍艦隊航空隊で実戦配備された空対空ミサイルとしては、最初のものであった。イングリッシュエレクトリックライトニング、で、ハビランドシービク船、グロスタージャベリンに搭載された。 敵機後方左右20度からロック音が可能なファイアフォーゲット式の短距離空対空ミサイルであった。あと発展型であるレッドトップミサイルによって置き換えられたがライトニングが装備した場合空力性能が向上したため一部はライトニングが退役する1988年まで現役であった。ファイアストリークを装備した ライトニングファイアストリークは運用要求 OR-1056 で指示された、レッドホークミサイルから始まる一連のプロジェクトの結果として開発された。当初の計画はあまりに野心的で最先端であったため、1951年に要求を低くした OR-1117 が出され、軍事賞のレインボーコードに従って、ブルー、ジェイの名称が与えられた。 ブルージェイは従来型の外観のミサイルで、デルタ型の翼が中央よりやや後ろに取り付けられ、ビブには小さな区形の操縦翼が取り付けられた。内部はもっと複雑であった。後部の操縦翼は先端に設置されたアクチュエータから長いロッドを介して操作されるようになっていた。アクチュエータの動力は後部のエアコンプレッサーであった。 鉛テルル赤外線シーカーは、八角水系の三流化ヒ素のペンシル型ノーズコーンの下に置かれ、SN 比を向上させるために無水アンモニアで引く摂氏180度に冷却された。一般的ではないカットされたノーズコーンが使われたのは、従来型の半球状ノーズは氷が付着しやすいと分かったためである。工学的近接進化のために、 胴体前方に2列の台形状の窓が胴体を取り巻くように開けられた。弾頭はミサイルの後部マグパイロケットの排出口を取り巻くように置かれた。トロリーに乗せられたファイアストリーク。近接進化用の窓は保護のための赤いゴムバンドで巻かれている1955年ブルージェイの最初の空中発射がデハビランドベノムから行われ標的機とされた。 フェアリー・ファイアフライの破壊に成功した。ブルージェイ・マーク1は1957年に空軍に実戦配備され、ファイアストリークと名付けられた。1958年8月には海軍でも採用されたが、イギリスの最初の有効な空対空ミサイルとなった。発射時には敵機をロックするまでミサイルのシーカーは、母機のレーダーのスレーブモードとなる。発射後には、 母器は他の敵機を自由に探すことができた。問題点はミサイルの毒性が強く、地上作業員はミサイルを積載する際に防護服を着る必要があった。また、現在のミサイルとは異なり、ファイアストリークは雲の外でなければ使用できなかった。そして、イギリスでは冬に晴れている日は、 ほとんどなかったサンダースロー SR-177 やアブロ720のような複合動力溶撃機用として軍用仕様 F-124T としてファイアストリークの改良型が2案検討されたがいずれも実現していないマーク2では新しいロケットエンジンへの換装が計画されマーク3では全幅を延長し速度を抑えたファイアストリークの改良は ブルージェイマーク4としてソ連の超音速爆撃機に対抗するロケット、推進溶撃機の武装として再び進められた。軍用使用 F124T はキャンセルされたが、ブルージェイマーク4の開発は続けられ、1964年にレッドトップミサイルとして実戦配備された。レッドトップはファイアストリークを置き換える予定であったが、 ファイアストリークを装備すると、ライトニングの空力性能が向上したため、ライトニングが1988年に引退するまで一部現役にあった。レッドトップは、ファイアストリークより高速でまた射程も長く、さらに超音速で飛行する標的に対して、全方向から追尾可能であった。ファイアストリークとレッドトップの重要な際の一つは、使用された電子技術である。 ファイアストリークの電子装置は真空管を使用しており、真空管のフィラメントが発する熱を冷却するための冷却パイプが必要であった。このため、ファイアストリークミサイルは地上ではフロンで、飛行中は母機のポンプを使ってアンモニアで冷却された。レッドトップミサイルではトランジスタが使われ、むしろ加熱が必要であった。ありがとうございます。